今日のお題はコスモスだよ。夏のクーサーハールに。それは曲のコスモス。今回は花の。いやもうそっちのコスモスにしよっか。そんな適当な。コスモスは1998年に結成された音楽ユニットである。アクアマリンに所属するミマスによって1999年に作詞作曲された曲だよ。合唱曲のイメージが強いけど元々は違うんだね。合唱曲としては2000年に富澤豊により混声三部合唱曲として編曲されたからだね。そもそもなんでこの曲が合唱曲として採用されたの？デモテープを購入した小学校教諭の尽力によって実現したんだ。そうなの。アクアマリン側からすればまさか合唱曲として有名になるとは思ってなかっただろうね。